ポケモン XY におけるキャッチコピー、新たな次元へ。さらにオメガルビーアルファサファイア、メガ進化の謎を追え。いかにもメガ進化やポケモンの新たなる成長、そんな期待ができるキャッチコピー。しかし蓋を開けてみると、メガ進化の謎はさらに深まり、未だ解かれていません。今回はメガ進化にまつわる伏線やメガ進化の最大の矛盾についてお話ししていきます。オンジャス、どうもサオでございます。今回はもうメガ進化聞き飽きたよって方でもおすすめできるメガ進化会でございます。まあメガ進化というものはですね、待て本題に入るな。今回長くなりそうだからちょっと焦りました。茶番はいいから早速本編行きましょう。それでは皆さん、メガ進化ってご存知でしょうか？メガ進化って実はいろいろな意味がありまして、まずは遺伝子に関わることだね。この遺伝子に関わることっていうのは、ポケモンの世界では化石だったり、はたまた新作では SV パラドックスだったり、そしてポケモン新たな次元へ、このキャッチコピーは 2D の世界から 3D の世界へ進出したポケモン XY という作品にはぴったり。それがポケモンの新たな次元メガ進化とも関係していますし、オーラスではパラレルワールドを肯定するようなトレーナーが現れ、かつレジェンズ ZA の PV ではあからさまに 2D から 3D 未来への構想なんてものがミーニングされているわけです。メガ進化というものはもうゼクシーみたいな、 お前結婚の話で毎月どんだけ文章書けんねんみたいな、しかも付録もなんか新しいのついてきたみたいな感じなんですよね。特に結婚願望はありません。まあ本屋を見るとゼクシー熱いなって思うんですよね、まあ、こっちの意味で。まあそれはさておき、そんなゼクシーみたいなメガ進化、バトル後は姿を戻すといったこのデジモンのようなシステムなんでございますが、このメガ進化、実はカロス地方でのみ確認されている現象なんですね。しょっぱなから嘘じゃん。じゃあここでなぜメガ進化が深掘りきられなかったのかっていうのをお話ししていくんですが、まずは Z 版の呪いだね。ここの要因は確かに大きいですが、まあ正当な続編ではないにしろ、続編であるオーラスでは確かにメガ進化というものはね、同じ世代だから深掘ろうとしていたはずなんですよ。 XY 時点でなぜメガ進化が深掘られなかったのかっていうと、 Z 版の呪いだけではなくて、カロス地方でのみ確認されている現象だったはずのものがなぜ方園で見られるのみたいな、こういったわざと矛盾をさせてメガ進化の謎に迫ったんだと思います。迫りきれてないですが、いやそれでも公式は投げやりすぎるだろうって思う方、次の話題に行きます。さあメガ進化は本当に深掘られなかったんでしょうか。上げ足取りな意見なんですが、メガ進化の謎ってそもそも解けないんです。それはなぜかっていうと、メガ進化の伝承がそもそもそんなに残っていないっていう設定だからなんですね。まあ、悪く言えば逃げ道があるわけですね。まあめっちゃ簡単に言うと、メガ進化って局所的にしか残ってない伝承を持つコンテンツなんですね。だからカロスの人々全員がメガ進化を知ってるわけではないんです。学論が、まあ、世間に提出されていないイメージですね。だからこそプラターヌ博士はもう少し調査しなきゃいけないっていう調査段階の博士だったっていう話でも、結局方園地方でもメガストーンが見つかってんだから、カロス地方でのみ確認されている現象っていうのは間違ってるじゃないか。でも先ほどの設定、あんまりメガ進化が知られてないから、そう思い込むのも当たり前なんですよね。まあそういう前提があるけど、やはり矛盾が生じてるわけ。だってコロニの先祖が世界で初めてメガ進化をさせたって言われているのに対し、流星の民はレッグーザの姿を変えたところを見て、これが世界初のメガ進化なんだよねってね。ここら辺は土着層矛盾してるわけ。これが二つ目の矛盾だね。それではここについてお話ししていきます。今回はアニオタウィキさんを参考にして深掘っていきます。まずはキーストーンはトレーナーの思いを力に変える特性がある。百国の日時計はそれと同じ性質があり、日時計は昔落ちてきた隕石なのではないか、このように考察されています。ゲーム内でね。さあ早速やってまいりました。ポケモン界の隕石のお話です。非常に便利な隕石、まあ簡単に言うと隕石には未知のエネルギーが、まあ、振り込まれてるんですね。
で、キーストーンの由来となるものは日時計なんじゃないかとか言われているんですけど、まあメガストーンよりキーストーンの方が結構今はよく分かってないっていうイメージ。これは ZA に期待。トレーナーの思いがポケモン本来の力を最大限に引き出すもの、それがメガ進化。メガ進化はトレーナーとポケモンの絆を表したものであり、絆がないとメガ進化できない、このようにプラターヌは述べている。まあとっ捕まえたばっかのポケモンをメガ進化できます、これはゲーム上の都合です。ここで重要になるのがトレーナーの思いや祈り、これにもエネルギーがあるっていうファンタジー要素があるっていうこと。次、かつて本園地方が隕石災害に見舞われた際、エルネシティに落ちた虹色の隕石に流星の民が祈りを捧げると、それがレッグーザの体内隕石と共鳴し、レッグーザが姿を変えた、これが世界初のメガ進化である。はい、こんな話でございます。やっぱコルニと矛盾してるなって思うと思うんですけど、これは実は矛盾してない。これは SV で例えると非常によく分かりやすいんですが、さあテラスタルオーブの開発って何年前だったでしょうか。うん、10年前だね。まあなんだけどテラスタルってすでに存在してましたよね。テラパゴスの時代からかは分かりませんが、テラパゴスの影響で自発的にテラスタルするポケモンや、まあ探検機だね、ヘザーさんの探検機にもそういった記述が残っていました。だからこそこのテラスタルという定義がされたのって、まあ博士の時代なんですよね。時代で言えばコルリの先祖が初めてメガ進化をさせた、こういうところに似てるんですよね。まあつまり自発的なものではなくて人工的なメガ進化、それがコルニの先祖、自発的なメガ進化、まあその初がレッグーザなんだよねっていう簡単なお話なんです。さあそこはさておき、じゃあなぜレッグーザの体内隕石が祈りに共鳴したのかっていうと、先ほどのトレーナーの思い、これが祈りだよね。だから祈りにエネルギーがこもっていて、レッグーザは体内に帝機関っていうね、メガ進化に似たようなシステムを持ってるからこそメガストーンを持たずに共鳴することができた。メガストーンはポケモン本来の力を引き出すために必要なものであるが、そのはっきりとした正体は不明である。メガストーンはポケモンの本来の力、本来の力って何なんでしょうね。まあそれがおそらく失われた DNA の力なんですね。これは古代ポケモンにも関係していることかもしれません。ですがそのはっきりとした正体は現在も不明。まあおそらく DNA 関係でしょうね。そして次にカロス地方にあるものは深海士などが最終兵器の光を浴びたものなのではないかとプラターヌ博士が推測。レッグーザの体内隕石や隕石が多い方園のメガストーン、オーラスでの自然エネルギーが解放された直後に見つかったメガストーンらと比較すると人工的に生成されたメガストーンと言えるかもしれない。まあこれはどういうことなのかっていうと、僕は今までね XI の解説をしてきて、まあ、触れてこなかった部分なんですが、おそらくメガストーンは3種類存在します。松伏と青霧がある時はメガストーンに、ある時はキーストーンに、またある時は別の何かに変わる、このようにお話ししています。これは隕石について話している内容なんですが、これまたどういうことだ。おそらくカロッ地方の生体エネルギーのばらまき、そしてレッグーザの帝機関、そしてもともと隕石が多い方園、これらのエネルギーがかなり似たような形で再現されてるからなんです。 AZ の技術ってね言われているものって、おそらくこういったエネルギーの技術だったり隕石のエネルギーの再現から、まあ錬金術で言うと爆発的な透過交換、まあ当時にはないぐらいのエネルギーを使ってあるものを得る技術があったんでしょうね。レッグーザの中の隕石だったり、宇宙にある未知の虹のエネルギーだったり、そしてその隕石からはメガストーンが作られるかもしれないし、謎に包まれていたキーストーンも同じようなものであると。さらにまた別の何かに変わるっていうのは、おそらくレッグーザの体内機関の話ですね。ではどんどん方程式が組み上がってはいってるんですが、わけがわからない状態なので整理していきましょう。まずはレッグーザの体内隕石、まあほぼニアリーイコール帝機関なんですが、これは制空圏で宇宙から飛んでくる隕石のエネルギーを食ってるから、でそれを自分の体の中
中で、まあ、わちゃわちゃしてメガストーンみたいにする器官を持ってるから。で次に隕石が多い方円のメガストーンっていうのはどういうことかっていうと、まあ、自然由来のメガストーンのような石に自然エネルギーが吸収されたって考えた方が無難ですね。でカロシ法も同じような仕組みですね。ポケモンの進化石とかがそういったエネルギーを帯びたんじゃないかとかねとも言われてます。まあ、なので人工的に生成されたメガストーンと自然発生のメガストーンっていうこの2つがあるわけね。で宝円地方はもうめっちゃ昔からメガ進化っていうものが研究されている。まあ、学術発表とかはされてないんでカロスには知られてないんですが、しかしカロスも同時期にメガ進化の研究は進んでいます。だからこそコルニの先祖は初めてメガ進化をさせたっていう伝承が残ってるわけです。ではシャラシティの伝承の始まりはどういうものかっていうと、遥か昔のこと、ルカリオを伴ったトレーナーがこの地を訪れた時、奇妙な石を2つ見つけ、これが世界で初めてのメガ進化だと言われてます。はしょんだ。はしょってない。もうこの通り。わからない。でもコンコンブルが言うには、コンコンブルも誰？コンコンブルです。キーストーンというものはめちゃめちゃ貴重なものだからこそ研究が進んでないんだよねって言ってます。だからあまりにもやっぱりカロスの方では研究が進んでないんだけど、密かに数少ないデータからメガ進化を再現する技術っていうのを、まあ宝円とカロス独自に作り上げて今に続いてきたっていう話なんですよね。はい、みんないかがだったでしょうか。意外となんか説明されてるんじゃないかっていう気になってきますよね。そんなに風呂敷は広がってない可能性があるので、ぜひとももうこれ見ようかしに、このメガ進化のマーク出したんならもうゴリゴリにね、設定持っちゃってくださいよ。また我々を阿鼻共感させてください。それではご視聴ありがとうございました。コメント、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。特にコメントすることがないよっていう方は、まあ特に何も思いつかないんで、なんかいい感じのなんか良いやつを書いといてください。それではご視聴ありがとうございました。残念ですが、さようなら。